した。ファインヌまさかの2連勝の中で、さあ、はしごと優です。さあ、はしごとしては、前哨戦最下位1勝1敗から、さあ、ここは勝っていきたい。優は2連勝しています。なので、優は続けて勝っていきたいところですが、さあ、はしごが先に超えているか、はしご先に超えている。さあ、はしご先に超えて、優はここ後から超えて、しかし、まだ逆転できる範囲。はしごがリードを広げられるかというところでさ、早い、しかし、はしごが早い。ゆう、ここはすごい速さで、さあ、まあ、差が、さあ、差はあまりありません。さあ、逆転も狙える、ゆうですが、逆転、これは十分ありますが、さあ、一気に追いついていくか、ゆうの逆走コンベアが早い。ここで重なった、お互い重なって、さあ、ゆうが頭一つ出た。さあ、頭一つ抜けて、さあ、この、パッシングボール、さあ、ここで、まだ差は、縮まっていませんが、さあここでなんと超えていく、なんと逆転、大逆転です。ゆゆ、まさかの、はしごはまさかの逆転されてしまいました。ゆゆが逆転、大逆転勝利。セカンドステージ、こういったこともあるか。まずお互い第一エリアを超えていく。そしてダブルサーモンダダ、早いのはやはりこのはしご、華麗に超えていきました。さあ、ゆうもしかし、ここはロスなく超えていって、はしごを入って、さあ、ゆうもここは怒涛の、しかし追いやりを見せました。さあ、このダブルブリッジ、驚異の速さで超えて、一気に差を縮めて、そこからこの逆走コンベアで逆転。逆走コンビアで逆転し、そしてパッシングボールもミスなく超えていくという、ゆうゆう驚異的な勝利となりました。ゆうゆうに追い風が吹く。